店長、大丈夫ですか？来たか、スポンジボブ。カニバーガーがヤバいと聞いて急いで来ました。何があったんですか？太っちょバスは？もういない。奴は強くなっていた。わしでもこの店を守るので精一杯だった。そんな。奴の狙いは初めから店ではなく例のレシピだったのだ。奴は5つのピクルスのことすら知っていた。闇のバーガーに潜む秘密を封じるためにわしが作ったレシピ。その存在を知る者ですらもうこの世には数人しかいないというのに、一体どうやって。もしや、まさか店長をやられるなんて。なら一刻も早く取り戻しに行かないと。すでにイカルドを向かわせている。何としても奴がクラゲ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた？一人で行かせたんですか？そんなの死にに行くようなものじゃないですか。それでも、あれはあのレシピだけは奪われてはならないのだ。じゃああなたはなんでまだここにいるんですか？イカルドにもしものことがあったら。わしはここで店を守る義務がある。イカルドはこの職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついてこられなければ彼もそこまでの男だったということだ。カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。幾度となく他の店から耳にしてきたそのセリフ、嘘でいて欲しかったです。ボンジボブよ、いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実を、そしてわしが全てをかけてでもお前を守ってきた理由を。無茶はするなよ。あの日僕の心は音もなく崩れ去った。壊れて叫んだもん家でシャボン玉吹いている場合じゃなかった。俺のせいだ。どこ行っちまったんだよイカルト。あれはパトリック。サンディ、スポンジボブ。サンディ、イカルト、最後に見かけたのはあの岩のあたりだと思うけど。戦っているのか？じゃあなんであなたたちはここで見ているだけなんですか？それはイカルトが来るなって言って。あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルドは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないこと本気で信じてるんですか？あなたたち二人が強いことは僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人がイカルドの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたというんですか？フレンドの F はどこ行ったんですか？スポンジボブ、行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。
予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。大丈夫、奴らは違う。二人ともかっこいいから。この岩、岩じゃない。これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとは…イカルド！イカルド！スポンジボブ、この藤壺頭、なんでここに…イカルド、取り戻していたのか。やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃ叶うわけが。来るに決まってるだろ。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたらまたお前に美味しいところを取られちまうだろうが。何をしてもお前にはかなわなかった。コックとしてもサーバーとしても。毎月表彰されるのはいつもお前だった。客から好かれ、給料も俺より高い。お前は毎日仲間に囲まれて、それを外野から一人で眺め続けてきた。そんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、カニの野郎も見返す。クラリネットも真面目に弾け。何言ってんだイカルド。友達なら僕がいるじゃないですか。クラリネットだったら、怪我が治ったらすぐにでも。いか。あれ？強く打ちすぎたかな。プランクトンにやりすぎるなって言われてたけど、まあ、いいか。黙れ。弱いくせにでしゃばるからそんなことになるんだよ。自業自得ってやつ。間違って落としちまったレシピが偶然あいつのところに転がったから拾えたみたいなもんだし。黙れ。お前もいつも準備ができてとか言ってるみたいだけど、仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。お前だってもう気づいているんだろう。どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に品を出しちまった救いようのないコックなんだよ。仲間一人救えないお前は名前をサクセスの S からフェイルドの F に変えた方がいいんじゃないかなあ、スポンジボブ。黙れつってんだよクソが。なのに何も起きねえじゃないか。それにこいつ先槍を全部自分に打ったのか。あの闇のレシピを全て取り込んでまだ動けるというのか。スポンジボブなんてたらめなやつなんだ。死ねスポンジボブ。最終奥義サンゴの間にレッチェバカな。
ンド、何が起きた？腕、腕が、俺の右の腕が、寒い、よくも、よくもこの俺の腕を少し。俺が何だってこの不実坊頭。ったく、少し気絶してたからって勝手に殺すんじゃねえよ。だいたいお前、俺の脈とかも確認してなかっただろ。いや、いつも状況も整理せずに先走りやがって。てめえがバカなのは初めから分かってたけどよ。学習って言葉知ってるか？イカルド！お前、生きていたのか？もうこんな無茶するなよ。ずっと、ずっと一緒だからな。もう絶対、どこにも行くなよ。